どうも、JSS のダマルルでーす。今回はダンバラレポーター第2弾ということなんですけども、なんか一人でやってます。一人でお送りしたいと思います。これすごいんですよ、ペットボトル。これも全部ペットボトルなんです。キラキラでしょ、綺麗です。ね、イルミネーションがあるって聞いてルルは飛び出てきたんですけど、他のメンバーはちょっと来てくれなくて今日は一人でお送りしたいと思います。すごくないですか、このいっぱいある感じ。あ、なんか椅子もある、あっこに。なにこれ、開けていい、いいやつ。わあ、びっくりした。なにこれ、びっくりした。動いとる、動いとる。これは動かんの、これは動くんか。すごい。ここは光のトンネルでございます。すごい、なんかこういうのすごいイルミネーションっぽくていいですよね。ルル、イルミネーション好きなんですよ。なんかこうキラキラしてるのすごいいいなって思いますし、なんかこの季節だからこそみたいなとこあるじゃないですか、イルミネーション。もう綺麗ですね。サンタさん、スクショタイム、イエイ。スクショタイム終わりです。わーお、めっちゃかわいい。これ誰か座ってくれないかな。はい、いろいろイルミネーションを回ってきましたが、まあね、悲しくも一人でお届けする形になってしまったんですけど、でもまあね、イルミネーション自体見るのもすごく久々でしたし、なんかやっぱりキラキラしててね、なんかすごい素敵だなって改めて思ったので、またなんかイルミネーション見る機会があればいいななんて思いますし、今日見れてすごく嬉しかったです。一人でも楽しかったです。なんかまた来れたらいいなと思います。では現場からのダンバルでした。チャンネル登録よろしくお願いします。